皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。メタルスレーダーグローリーパート4、続きをプレイしていきたいと思います。はい、新年一発目ということで前回の実況からかなり時間が経過しておりますが、続きをプレイしていきたいと思います。月へ行くとこまで話を進めてきたので、その続きからとなります。よし、月へ行ってみよう。搭乗士について調べてもらうのね。ああ。わーい、月様、うさぎさん、お餅ついてるかな。バニーガールはラインダンスしてたりして、こらこら。だけど本当にいろんなことが分かってきたわね。ちょっと整理してみましょ。そうだね。まずあのメタルスレーザーの名はグローリーだったってこと。そしてパイロットはただしのお父様だったってこと。あと月の ISDC っていうところで作られたってことね。よし、あのメッセージの謎絵はもう少しってとこだな。うん。でも8年前の戦争のことがさっぱりっていうのは何か引っかかるわよね。それにあの VMH っていう記号のことだけど、ほらあのメカニックの人が出たけど、ハイフンの後はそのテストパイロットのイニシャル、つまり、ただしのお父様、MH でしょ？それはいいんだけど、ハイフンの前は I じゃなくて V なのよ。ん？もう、わからない？ほら、メカニックの人は ISDC で作られたって言ってたのに、I じゃないでしょ？つまり、グローリーの創造主の頭文字は V なのよ。なるほど。そういえばハイフンの前はメーカーか設計者の頭文字が入るって言ってたっけ。ね？よくわかんないけど、エリナ、頭いい。任せて。ISDC のこととか調べてもらうにはどうしたらいいのかな？インフォメーションとかがあるんじゃない？どうした？あずさ。あずさ、お腹空いちゃったな。わかったわかった。あとでレストラン探すよ。えへ？エリナもお腹減ってる？うん。早くどっかで食べましょう。そうだ。インフォメーション行ったら、ついでにレストランも聞いてみてよ。はいはい、わかりました。インフォメーション、よし行こう。ここだわ、インフォメーション。見るカウンターの綺麗な人ですね。可愛い子だな。優しそうで、エリナとは全然違うな。何か言った？あ、いや、別に。いや、エリナもエリナですごい美人だとは思うんですよね。ここでわかるかな？とりあえず聞いてみてよ。あずさ、お腹すいたよー。ただよ。すいただよ。創造主のこと、いきなりこれぶっつけちゃっていいのかな。あの、すいません、ちょっと伺いたいことがあるんですけども。はい。あの、昔月にメタルスレーダーやなんかを作ってた
ISDC っていうのがあったって聞いたんですけども、今はそこはどうなってるんですか？現在は各居住区へ分散してまして、その名は残っておりませんが、実はグローリーというメタルスレーダーを作った人を探しているんですけども、調べてもらえますか？グローリーの設計者ですね。ありました。少々お待ちください。おい、いよいよって感じだな。うん、ここで設計者がわからなかったらもうどうしようもないものね。設計者がわかったらすぐその人のところへ行って聞いてみよう。そうね。あー、なんかドキドキしてきた。すいません、ドキドキしてきちゃった。あずさもドキドキ。あ、そうそう、レストランも忘れないで聞いてみてよ。待ってるよ、ダック。レストラン、レストラン。お腹空いてるんですね、この二人は。申し訳ありません。ただいま係の者に調べさせておりますが、少々お時間いただけませんでしょうか？あ、わかりました。じゃあどっかで時間潰してきますから。ただし、レストラン待ってるよ。あの、この近くにどこか食事のできるところあります？レストランでよろしければこちらを出て右手にございます。あー、そうですか。どうもどうも。さてと、じゃあレストランに行くか。やったー。ふふ、よかったね、あずさ。うん。おー、あったわ、ここね。あ、びっくりした。なんだ、人形か、あのおっさん。なかなかいい店だね。ちょっと高そうだけど。レストラン。ビ。ビビエスでしょ？なるほど、さすがエリナ。読めて当たり前なの。チェ。結構よくできてるな、このおっさんの人形。フライドチキン屋さんみたい。あ、もうあれですね。なるほど。話したっけ？ねえ、エリナ。ん？やっぱ俺が出すんだよね。お金ですか？食事代。当然だよな。ボリックですね。こんにちは。こらこら、誰に向かって喋ってんのよ。ただしは人形が喋るわけないじゃない。いらっしゃいませ。喋ったじゃん。びっくりした。もういや、この人形ったらびっくりしますね。いきなり喋ったらハイテクですね。人形も喋る。じゃあ中に入ろうか。さあ、今日はただだしのおごりよ。あずさ、食べましょうね。うん。てん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 。手のおごりか。ふう、ごちそうさま。あー、お腹いっぱい。そろそろ行く？もう少し休んでからにしましょうよ。うん、いいよ。いる。店内。人目より意外と広いな。それに結構綺麗だし、割といい感じだ。ウェットレス。このウェットレスの格好、結構可愛いな。エリナはこういう格好似合うかな。ブーム。ちょっと胸が大きすぎてダメかな。ん？何？なんか言った？
あ、いえいえ、ここの制服をエリナが着たら似合うかなーと思ってただけ。ちょっと私にはぶりっ子だわね。さてと、そろそろ行く？うん。ナス、アズサ。ああ、お腹いっぱい。そろそろ調べ終わってるかな。そうね。早く行ってみましょ。よし、行こう。誰だか分かったかしら。あの人。あの、すいません。あ、先ほどのお待たせいたしました。このグローリーというメタルスレーダーの設計者の名前はリバーチェとのことです。リバーチェ。リバーチェですか。ええ、当時のメタルスレーダーのほとんどがこの方の設計だそうです。それで、その人は今どこに？これが、この ISDC が分散した時点からこの方に関するものが残っていないとのことなので、それってつまり行方不明ってことですか？何か手がかりはないんですか？申し訳ありません。それ以上のことは分かりかねますが。分かりました。どうも。うん、手がかりなしか。名前が分かっただけか。どうする？ただし。行方不明とは思わなかったな。でも、リバーチェっていう名前は分かったんだからさ。そうね。これからはそれだけを頼りに探すしかなさそうね。仕方がないわね。とりあえず船に戻りましょう。じゃあ、とりあえずどうする？ただし。休むが出てるけど、まだ行きます。どこだろう。どこに行けばいいかな。月の港とか初めてですよね。ジュークへ行こう。いいわよ。リバーチェか。V の MH の V は、その人のすいません、頭文字だったのね。それにしてもよくわからないことが多すぎない？あずさも全然わかんないよ。でもさ、ほら、少しずつでもいろんなことが分かってきてるじゃん？でも、やっぱり何か変よ。だって、記録に残ってない8年前の戦争のこととか。あ、コクピットにあったディスクにしても、わざわざ目のつきにくいところにあったり、引っかかることが多いじゃない。まあね。とにかく、リバーチェっていう人を探せば、きっと何もかもわかるよ。な、あずさ。よくわかんないけど、あずさも、そう思う。そうね。よし、中央へ行ってみよう。よし、部屋に入ろう。あれ？誰もいないや。どうしちゃったのかしら。呼ぶ。誰を呼べばいいの？さゆこさん？シルキーヌ？さゆこさん？すいません。さゆこさん！さゆこさん！いないみたいね。シルキーヌ。出てくるかな？シル
キーヌさん、シルキーヌさん。シルキーヌさんもいないのよ、きっと。エリナ。エリナー、ふざけないでよ。ですね。戻る。しょうがない。戻るか。そうね。行くとこ違ったのかな。じゃあ船に戻ろう。うん。ターミナルステーションに行っても一緒かな。どこに行けばいいのかな。ターミナルステーションかな。ステーションへ行こう。いいわよ。ねえ、ただし、あのメッセージってやっぱり、ただしのお父様が残したのよね。今の段階ではその線が強いよな。やっぱ。ただしのお父様、何が言いたかったのかしら。わかんないよ、そんな。お父さんが何考えてたかなんて。あずさ、思い出さないかしら。ちょっと聞いてみようか。え、いいの？あずさ、父さんのこと何か覚えてないか？よくわかんないの、あずさ。そっか。でもね、お星さんを見てるとさ、何かあそこにお父さんいるみたいな気がするの。やっぱ無理やり思い出せるのはやめた方がいいかな。そうね。どこに行けばいいのかな。データルーム。データルームへ行ってみない？いいわよ。すいません。あ、どうも。またちょっと伺いたいことがありまして。何でしょう？いっぱいありますね。これ出るかな？これ出たら消えるとかそういうのないよね。ヴィバーチェ。ヴィバーチェっていう人物はご存知ですか？ヴィバーチェですか？ちょっと、わかりかねますが。もう出てますね。ジフについて。休暇中ですが、ですよね。今晩なのはお暇ですか？ごめんなさい。先約がありますので、さらっと断られました。ふふ、ただしてプレイボーイの素質ゼロね。言われました。ボール。しょうがない。戻るか。そうそう。人間諦めが肝心よ。メカニック。メカニックへ行ってみる？え、メカニック行ってみましょうか。あの男の子いるかしら？急に元気になるな。ちょっとタイプっぽかったですもんね。いない。あら、どうも。あ、どうも。エリナ。残念だったね、エリナ。こらこら、マジに残念があるなっつーの。あー、出ましたね。どこの人はいつ頃戻ってきます？そうね。愛もついていっちゃったから、まだだいぶかかると思うわ。バージンうまくってますね。メタルスレーザーの設計者でヴィバーチェって人知ってます？ヴィバーチェですか？ちょっとわからないわ。戻る。それじゃあ、戻ろ。
残念だわ。手がかりなしですね。もうここしかないですよ。いいわよ、行きましょう。行きましょう。人を探すってなかなか大変なことなのね。まあね。あー、肩凝っちゃった。おっぱい大きいから？そうなの、胸が。ほら、なんてこと言わせんの。ほら見なさい、タダシがいつもエッチなことばっかり考えてるから、アズサが影響を受けてきちゃったわよ。俺のせいじゃないよ。絶対タダシのせいよ。アズサも大きくなるんだもん。真剣に探しても見つからないような気が。インフォメーション行ってもな。インフォメーションに行こう。いいけど、なんないよね。散々聞いて、増えてますね。ISDC について。ISDC が分かってる時のこと、もっと詳しくは分かりませんか？この前のことぐらいしか。本人について、おー、出ましたね。名前。こっちの名前か。お名前は何ておっしゃるんですか？カオルです。カオルさん、ですか。前聞きまくってますね。今日の予定、今日の予定は、始まった始まった。お暇ですか？ええ、今晩の予定は今のところ。やった。これ食事に誘うとかあったっけ？今晩僕と食事など付き合ってもらえません？これ、ゲームオーバーかな？もうよしなさいよ、ただし。困ってらっしゃるじゃないの。ねえ。ほら、見なさい。ビフォーチュー。だしなぁ。すいません、ビフォーチューって人についてこの間のことの他に何かありませんか？名前のこと以外には多分難しいと思います。手がかりなし。戻る。仕方がない、戻ろ。はいはい、それが一番よ。レストランまた行くの？レストラン行っても何も起こんないと思うけど。レストラン行かない？行こう行こう。な、あずさ。じゃあね、チョコパ食べてもいい？チョコパ？チョコパフェ？チョコレートパフェよ。もうやっぱり。チョコパ食べてもいいんならね、あずさ行ってもいいよ。じゃあ食べてもいいから。やったー！じゃあ行こう。じゃあ入ろう。ゴミのある話はないんですかね。いただきまーす。チョコパー食べてる。エリナ、何か食べない？私はいいわ。飲み物があれば。実はダイエット中なんだ。そうなんだ。あと3キロなのよね。3キロはきついな。今何キロなの？50…これは言いたくない。ちょっと何言わせんのよ。危なかった。あずさ39キロ。ちっちゃい。ちょっと待って、エリナの体重、これは聞いたあかんやつ。リバーチェって、リバーチェって人どこにいるんだろう。ほんとね。
今のところ全然手がかりなしだものね。リバーチェか。これからについて。これからどうする？困ったわね。やっぱりリバーチェ探しを続けるしかないんじゃない？そっか。やっぱりそれしかないか。この店について。外にある人形ってさ、やっぱここの店作った人なんだろうね。多分そうなんじゃない？フライドチキンも、あれ、そうなんでしょ？なるほど、なるほど。なるほど。納得です。エリナ、体重、これは聞いたら怒られるぞ、俺。エリナ、実は体重、何キロになりたいの？やだ、ちょっとやめてよ、そういうの。もっと話さなきゃいけないのかな。ちょっとダブったらすいません。ダブったらちょっとカットします。ダブってない。今までで結構人に聞いてばかりいたけど、ちょっと自分たちでも考えてみようよ。そうね、忘れてることでも何か思い当たることがあるかもしれないものね。リバーチェね、ビバーチェ、ビバーチェ。ビバーチェか。言わないですね。あずさが思い出してくれればな。そうね。でもそれって可能性小さいわよ。そうだよな。あずさ知らない。本気だな。困ったわね。でも出るが出てこないから、なんかあるんですよね。全然太ってないじゃん。もうやーね、タダシはそういうとこばっかり見てんでしょ。だってほんと全然太ってるように見えないもん。見えないところが太ってんのよ。あずさ知ってるよ。え、どこどこ。あんねえエリナ、おっぱいとお尻が重いんだよね。なるほど。ちょっと納得しないでよ。もう信じらんないわ。もうエロの会話しかないエリナについては。で、出るはまだ出てないですね。もうどうすればいい？リベース。バーチ。お、なんか思いついたか。ちょっと待ってよ、タダシ。どうしたの、エリナ。待って。ビベイス。でしょ？やっぱりそうだわ。こらこら。一人で納得するなっつうの。なんなんだよ。このお店の名前、ビベイスって私言ったでしょ？ビベイス、綴りが、ビベイス。私てっきりビベイスだと思ってたけど、これってビバーチェとも読めるのよ。なんだって。なるほど。ってことはそうなの。もしかしたらこの店と私たちが探してるビバーチェって人、何か関係があるのかも。おっと、進展したか。すげえ、やっぱりエリナ頭いいよ。早く誰かに聞いてみましょうよ。エリナすっごーい。
。なるほど。あ、すいません。はーい。可愛らしいですね。オーダーですか？ちょっと聞きたいことがあるんですけど。はい、何ですか？レストランの名前。このレストランの名前、なんて言うんですか？あ、あの看板でしょ？あれ、リベイスって読む人多いですけど、本当は、リバーチェ。わあ、当たりですね。って言うんですよ。やっぱり。なるほど。一応聞いとこう。あの、お名前なんておっしゃるんですか？ああ、始まっちゃった。私ですか？弥生って言います。よろしく。弥生さんについて。いや、わかんないんじゃない？メタルスレーダーの設計者で、このレストランと同じ名前の人がいるんですけど、知ってます？え、いえ、知りません。知りません。え、なんで2回言う？待って。バージン。このレストランの名前ってやっぱり人の名前なんですか？まあ、なんか知ってんのかな？グローリーズ。グローリーってメタルスレーダーがあるんですけど、知ってます？私、そういうの詳しくないから。あの、ウェイトレスさん？大丈夫？なんか具合悪いんじゃないの？いえ、全然。平気ですから。そう。本当に何か知りません？知らないみたいですね。知ってるけどなんか、知らない。実は僕たち、メタルスレーダーの設計者で、リバーチェっていう人を探していて、このレストランと何か関係があるのかな？なんて思ったもんですから。さあ。リバーチェですよ。お！あなたたち、誰なんですか？名前は？ウェイトレスさん、どうしたの？あの、僕、ヒューガただし、あ、違う、なんだったっけな。向かえだだったっけ？すいません、間違ってた。ただしって言うんですけど、え、まさか。どうしたんですか？ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。これを、早くここへ、とりあえず、店から、出て、早く店から出て、あの、ちょっと。さあ、早く。一体何なのかしら。あの、ウェイトレスさん、どうしたのかな。なんだか知らんが、追い出されてしまった。ここに立っててもしょうがないわね。一旦船に戻りましょう。一体何だったんだろう、ウェイトレスさん。かなりの慌てぶりだったものね。あ、ただし、ウェイトレスさんから渡されたの何？なんか紙だよ。メモかな。ちょっと見てみましょうよ。うん。なーにこれ。地図みたいだけど。そういえば、早くここへ行ってって言ってたな。つまり、この場所へ行けってことかな。だけど、どこだよこの地図。地位の35っていうのは、35、移住区のことで、あとはこの地図を頼りにするしかないってことね。あと、この下の漢字は何？サラギ弥生。あのウェイトレスさんの名前だよ多分。
あー、そうなの。ごめん、私漢字読めないのよね。あずさ、ちょっとなら読めるよ。地図を頼りにっつったって広いな。でもあのウェイトレスさんの慌て方から見ても絶対何かあるわよ。どうする？ただし、とりあえず伊宿へ行ってメモの場所を探そうか。いいけど、ただし休まなくて平気？少し休んだ方がいいんじゃない？休む。はい、面白くなってまいりました。はい、それでは時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。